皆さんこんにちは、クルクルクールです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。ちょっと外がね、風が強くて風の音がマイクで入っちゃわないか心配ではあるんですけれど、早速やっていきます。1の1の地面を針で再現してみた。着地するところがほとんどない。さあどうしよう。クリア率 1%。 1の1を何々してみたっていうのはたくさんありますけどね、針で作ってみたっていうのは初めてじゃないでしょうか。俺はクリボーが来るのを待たなきゃダメですよね。で、基本的には敵を踏んで移動していけっていうことですよね。逆にこのぐらいのタイミングで行ってみるか。カメ。こいつを踏んだ後どっち行くかな、上行くかな、下行くかな。難しいぞ今の選択。さっきやってみたところ半分ぐらい上がってきたところで踏むとちょうどいい気がした。これはどっちだろうな、下行くかな。バツは上にいっぱいついてたからみんなは上行ってるんだよな、やっぱりね。怖い。よいしょ。あ、ここで耐えられるんだ、このハテナブロックの上。こうだね、多分正解は。よし、いいんじゃない。上。 OK。 さあどうする、この赤亀を踏んでいく。もうちょっとだろ、頑張れ。やばい、変なところで止まっちゃったな。この亀復活してくれ。こっち来い。よし、これでいけるか。いけー、もうちょっと。オッケー、届いたー、やったぜー。いやー気持ちいい、決まると気持ちいいねこのコース。でも難しかったー。1の1の地面を針で再現してみた。着地するところがほとんどない。ダイヤさんのコースクリアしました。ありがとうございました。はい、それでは次はこちらのコース遊んでいきましょう。状況を素早く判断して右か左にかわそう。 Right or Left、 ゆいと Z さん、クリア率 3% ですね。さっきよりはクリア率ちょっと高めなんで楽しみです。いきなり始まるのかな。あ、最初は大丈夫か。見た感じ次右っぽいよね。信じるよ、右。あ、違った。さっきのところじゃなかった、ちくしょう。了解。こういうのってある程度記憶ゲームのところはありますよね。左、次は右。ここ上には残れないか。ここがスタートの見えてたところだね。右、あの一方通行の向きをよく見るとね、なんとなくわかる。外れの方行くと戻ってこれないようになってるような気がする。だからこっち。よーし、これ攻略法見つけちゃったんじゃない。どう、あれこっち違った、あれいいんじゃないの、こっちダメなの、あれ失敗した、ミスった、どういうこと、わかんないよ。あれ左、踏めない。ん、なんだ、左が正解、どういうことだ。
はい、戻ってきました。ここはなんでこっちが正解なんだろう。どういう原理？トゲゾウはジャンプできないのかな。よし、中間、これはありがたい。こっち、よし、これ難しいぞ。こっちだ。危ない、ギリギリだったな。え、あー、なるほどね。左はコインがブロックに変わってた。これは難しかったぞ。ドーン。で、これがどっちだっけ。こっちだ。丸丸の方ね。おーし、中間2つ目、ありがたい。割とすぐあったね。こっち、あれ違う？どうすんのこれ。今のどっちが正解だろう。やられてなおわからない。あー、ここ雲があるんだ。当たらないんだ。わからなかった、見えなかった。お邪魔します。そして次はこっちでしょうね。オッケー、こっちな気がする。正解で、あー、え、待って待って、これこっちでいいんだよね。あれ違う？なるほどね、そういうことね。こういうことか。お邪魔します。そしてこれは初期の頃にあった一方通行理論でいけるね。さて次は、わかんねえ。どういうことだ。こっち外れなのね。あの壁キックで一方通行入れるんじゃないかなとも思ったんだけど、ダメっぽい。こっちにいるとチョロップ、あれ降りてこれないのか。それは知らんかったわ。一見左側でも壁キックで入ってこれそうだったんですけどね。これはギリギリセーフ。なんとかしててっぺんに捕まれないかなと思ったけど諦めてゴール。一応やっぱ結局できるからいいか。オッケー、危なかった。結構の回数やられましたね。状況を素早く判断して右か左にかわそう。ゆいと Z さん、クリアしました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。